北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ブライトンとしては後半に入ってからまだシュートがないんじゃないでしょうかね。残り時間の使い方ですよね。もう1点取りに行くっていう選択肢もありますけどもね。味方を走らせる。アウェー側がかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどもね、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンがほとんどですからね、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんでしょうね。ポジションが全てっていうところですね。そうですね。ブシオエン、スペースへ出す。ブシオエク、サイドを使う。いいボールだ。ここ勝負ですね。このボールをカットします。スルーパスを出す。裏に味方を走らせる。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。ブライト十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。長い縦へのボール、マーフィチェックを受けながらのドリブル、ヘンリー、ハーチ、いいですね。大きく縦へ、このボールに触ります。ロングフィードで狙う。なかなか前にボールが運べません。最終ラインまでボールを下げる。チャンスだ。スルーパスを出す。ここで収まる。シュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。はい、決定的なチャンスだった時にここは決めておきたかったと思いますけどもね。そうですね。ゴールか。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。ブライトンとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。ハーチ、ヘンリー、ユニ・ヌグバコト、カヤル、ここで笛です。1対0、ブライトン殊勲のゴール、勝ち点3をものにしました。
結局前半のゴールが決勝点。